砂掛けバーは、奈良県や兵庫県や滋賀県に伝わる妖怪。人に砂を振りかける妖怪と言われる。奈良県では、人が神社のそばや人通りの少ない森の中を歩いていると、砂を振りかけて脅かすものとされる。兵庫県西宮市では、ある松の木の上に砂掛けバーが出没し、砂をかける音が聞こえてきたものの、実際に砂が降りかかってくることはなかったという。 兵庫県甘崎市の稲荷神社でも夜に鳥居の下をくぐると上から砂をかけられると言われ、また道市内の小島川でも砂かけの会議があったという民族学者柳田邦夫の著書妖怪談義に記述がある妖怪の一つでその話の出所は柳田の友人沢田志郎作医学博士の山和昔端である同書にはお化けのうちに 砂掛けバ場というものあり、人寂しき森の影、神社の影を通れば、砂をバラバラ振りかけて驚かすというもの、その姿見たる、人なしとある。境港市、水木茂ロードに設置された砂掛け、バーのブロンズ像誰も姿を見たことがないと言われ、古典の絵巻などにも描かれていないために姿形は、不明とされるか、もしくは、姿を持たない妖怪とされている。 自分の醜さを嫌って姿を人前に表さないという説もある。昭和、平成以降には、水木しげるによる漫画、ゲゲゲの鬼太郎で鬼太郎と共に戦う正義の妖怪としての活躍により一躍、全国的に有名な妖怪となり、同漫画をはじめとする水木の妖怪画にある和服の老婆姿が一般的なイメージとなっている。妖怪研究家、京極夏彦によれば、 この妖怪画は、佐渡島の郷土芸能、鬼太鼓の面がモデルとされる。水木以外の昭和以降の妖怪関連の書籍の妖怪画でも、便宜上その名の通り老婆の姿で描かれることが多い。西宮市や天ヶ崎市の砂掛け場は、名前は、バーでも実際には、狸の仕業とされる。滋賀県の草津市では、正体を狸ではなく、老婆とする例がある。民族史。 草津のふるさと文化の砂掘りババア校では、砂掘りババアといって、現在の追い分け町という地域にある竹藪の一角にバーが住み着き、そこを通る村人に砂を投げつけたという。そのため、子供たちは、この藪ぶ通ったら、砂かけられる。砂掘りババアがおるわいなあ。と、竹藪ぶの笹をちぎっては投げ合いながら遊んでいたという。一方、隣町の滋賀県の立東市では、 正体は、天コロという動物とする例がある。民族史、立東の民話の、メカワの砂堀ババア公によれば、現在のメカワの春田小学校にある竹藪を、天コロヤブと呼ばれていた。天コロとは、狸とイタチの愛の子を指す動物で、その動物が住み着いていたという。人が、竹藪の近くを通りかかると、その動物がガサガサと音を出し、人を脅かすものとされる。 そのあたりの人は、砂掘り場バーが住んでると恐れられているという。また、滋賀県の東大見市妖怪地でも、何者かが川から砂を投げつけ、砂に当たると、足が立たなくなったり体調が悪くなったりしたというが、妖怪研究家、山口敏太郎は、奈良県ではで砂を雨に見立てた、広瀬神社の砂掛け祭りという雨漕いの神事や、砂を掛け合って、砂掛けバーだと生やし立てる、 祭りのある地域もあることから、そのような神事や祭りが砂かけ、バーの伝承につながった可能性を示唆している。鳥が空を飛びながら、体に付着した砂を落としたものが、こうした砂かけの会議の正体だとする説もある。名称のバーは、老婆ではなく、お仏を意味する方言のババを由来とする説もある。砂かけ、バーの正体を狸とする説と、同様、小動物が、 人間に砂をかける会は、日本全国に例が見られる。福岡県の民族誌、筑紫の民丹州によれば、福岡県古梅市で、エノキの木の上から、タヌキが通行にめがけて砂を巻き、さらにその人の前に柿を作り出して、行く手を塞いだと記述がある。愛知県でもタヌキが人に砂をかけた話がある。青森県津軽地方、新潟県佐渡郡でも砂巻きタヌキといって、 同様に狸が夜道で砂をかけてくるという。千葉県の利根川流域でいう砂巻狸は、体に砂をつけた狸が木に登り、人が通りかかると体を震わせて砂を巻く。または、猫ほどの大きさの小動物が木に登り、通行人に砂を振り巻くなどと言われた。新潟の佐渡島、徳島県伊田野群無屋町国和島あざま屋組では、砂降らしといい、狸が人に砂をかけることで、 方向感覚を狂わせて、道を迷わせ、水辺に落としてしまうという。新潟の民族誌、越後三条南郷団によれば、新潟県大面村座、八田の沖縄坂では、砂巻いたちといって、いたちが後ろ足で砂をかけ、また人のろうそくの火を奪うこともあるといい、一人間の正体であるとも言う。奈良県天理市別所の伝説では、夜遅くなると、萩村の矢部から砂かけ坊主が出たとされる。 ありがとうございます。